ちょっとびっくりだね、牛革のラグ。じゃあ、ホテル的な非日常空間の方に大急ぎで移動しましょう。これ、私の誕生日に作りました。ホテル的な非日常空間ね。ネルソン様です。ディズニーのホテルです。これもしかしてもらってないかもしれない、あれ。さすがに牛革のラグじゃない。よし、ヨーロピアンスタイルの黒壁をもらった。よかった。なんやろ まあ中入ればわかるわ、何を使ってるか。そう、使ってるものくれるから。ここは本当はちょっとロータリーのつもりだったんだけど、狭すぎたね。行こうか。さすがに2階建てだったっけ、さっきちょっと入るとき見てなかったけど。はい、これ受付だ。フロント、フロント、チェックインカウンター。これ、ここ朝食のレストラン ホテル的などころか、がっつりホテル作っちゃった 夜になるとたまにこれ一応お酒も飲めるんだけど、夜演奏してる人もいる。ここで今はいないので代わりにやりますね。はい。で、朝食の場合は、コーヒーが自分でかな。今、次の朝食向けに整えられてるところかな。うん。多分そうだと思う。ちょっと通れないわ で、これが朝食コーナー。ここが、まあ、チェックイン待ちの人が荷物置いてるね。で、これテレフォンって書いてあるけど、嘘です。これ喫煙ブースです。ピアノ弾かないでハープを弾くスタイル。そう。ピアノは当分弾いてません。で、ここなんだけど、仕切ってあるけど、これ、お客さんが、宿泊客があらかじめ荷物送ってきた場合と、あとチェックアウトするときに荷物送りたいって言った場合があるでしょう。その荷物がここにあります。で、チェックイン前に送ってきた荷物に関しては、もうそこからしれっと渡す感じで。バインダーじゃなく文豪セットなのがそこはかとなく高級げ。これね、そう。ちゃんとしたペンにしてあるっていう。こんな感じになってます、反対から見るとね。で、常吉との攻防戦を繰り広げられたこの彫刻も置いてあるし。で、上が客室になってるのかな。こだわるところが面白い バインダーだと確かに安そうでしょ？だからバインダーじゃない方が、あれはね、あれで正解だと思ってる。で、まあ、ここで中略があって客室です。ここにはちゃんとトイレある。まあ、客室だからか。トイレと風呂。ユニットバス。知らんかった。洗面台でできるんや。こちら一部屋になっております。スイートの一つ。ウェルカムフルーツもあります。依頼者みたいなお風呂ですね 本当だ、またやってんの めっちゃ角あるやん 何これ、なんでさ なんで自分で気づかないんだろう。とんでもない。今度は何これ、くり抜いた仲間使っちゃったの。とんでもないな。まあ、こっちを見てて、むしろ。もうちゃんとシャワーもついてるからっていう。シャワーと、あとタオル。なんならさっきのフロアにも仲間の彫像みたいなのあったよね じゃあもうここで、
何も触れられない点といえばこのカニぐらいか。カニならいいか。ここがあのメインのくつろぎ空間で、あ、食事届いてんだけど、でここが窓際の休憩空間、まあよくあるよね。でここがベッドで、まあちょっとベッド脇にこうやっていろいろ置いてあると。でちゃんとあの電話連絡もそこでできます。いろんなものが飾ってあるけど、一番飾ってあってたまげたものはこれのようだ。衝撃。はっきり言ってここ突っ込まれると思ってないっていう点がよく言われる。すごいね、皆さんあの目の付けどころが本当にすごいと思います。なんで気づけるの、すごくない？でこれでしょいやすごいな。あーそうそう、これこれ今眺めてるけど、これはあのこういう人が来ますよって、演奏者が来ますよっていうのが書いてある時もあるし、朝食のメニューが書いてある場合もあるし、もう人それぞれじゃない、時期それぞれ。大変動揺してる。高級感で言うならユニットバスの方が良かったか。あーそうそう、いやてかね、金の風呂があったからそれでも良かったけど、すでやってる。無意識、これ完全に無意識。全然そんなあの結構嫌がらせしない人間だからさ、素直に作ってて最大級の嫌がらせしてんだけど、どうしよう。よし、あと1列かな、こっちから行くか。ハープ演奏者、ベテランピアニスト白飯様創設者の像かな悪意のない悪意が一番恐ろしい証明。恐ろしいね。これシベリアなんよ、あのうちのシベリアなんです。で、あのこだわりの椅子専門店っていう謎の依頼だった。あの多分潮風で全部ダメ、これこの辺でも仕方ないや。だからこれで塗り替えるの。本当に陽キャなのか陽キャだよ。ちょっとあそこにいると話せない、話したくないのかも、もしかしたら。無理やり行くよ、もらえるでしょ。この気持ち程度のもんだけど受け取ってくれ、ありがとう。シンプルな玄関マットもらった。全品5割引。そう、外にあるものは全品5割引です。きっと完全防水でも塩は無理か。塩はちょ、このあのほら木の部分とかちょっとやばくない、やばそうな気がする。合皮のところもなんか危険な気がする。中行ってみようか。あの外だけ 50% だからね いらっしゃいませ。閉店セール始まるかもしれない。眠そうにしてるよ店主いろんなものがあのサンプルで座れるように置いてあります。この辺は青いソファーコーナーで、この辺はあのカウンター。これ待合室、待合だな、別に売り物じゃないや。レジあるよ。レジの奥の椅子もこだわりの椅子になってるね。ほら、家具屋の椅子スペースでしょ。でこれあのスポットライト浴びてんだけど、これあのシベリアおすすめの椅子です。でこれはまあ豪華な、まあ、ダンブルドア先生とかがちょっと座ってそうな感じの場所で、まああえてここね開けてあるんだけど、ガランとしております。この辺はあのゲーミング系になっております。
これはあのマッサージチェアなんだけどね。 BGM いいな、この BGM いいよね。あのゲームやる方はこちらをぜひ。で、室内のディスカウントで安いのがこれ、マイナス 50%。 こいつが一番今安いです。座った。ここも5割引いてないか。そう、これ、これだけね、これだけ。ここも5割引き。そう、この辺はもう簡単な椅子だね。本当にあのレトロな椅子を扱ってるよっていうコーナーで、ひたすら茶色系の椅子が並んでて、売りたいやつか。そう、売りたい。今シベリアが売りたいのはここです。すいません、出れなくなった。出れた。でちなみに一応これも売り物なんだけど、売りたくないね、シベリアとしては。ここの棚とマッチしてるから売りたくないね。ここだけ5割引きってさっきも言ってたし、そういう手法かもしれない。ところで2階があります。行ってみましょうか。シベリアの部屋です。個人的なこれ趣味の世界。めっちゃ自分の趣味です。それを、椅子専門店がやりたかったシベリアの2階部分に押し付けることになった。おしゃれな都会住まい。そう、あ、壁だけ妥協してて、なんかシベリアはちょっとありかなと思ってこれにした。自分だったらもうちょっと別のがいいけど。でもなんか椅子専門店で成功したってことでいい？ダメだ、流れで真ん中のマットがシベリアの革なんじゃって思い始めてる。これさすがに違うよね。つらい。足裏かわいい。あ、足裏めっちゃかわいい。こいつちょっとなんかナイスガイな感じの部屋にしちゃったけど、もっとキュートな感じにしてもよかったかも。でももうこれが忘れられんわ、どうしよう。あ、向き変えた。気を悪くした可能性。足裏で一番テンション上がってる。え、こんなに可愛い足裏だったんだ。あ、ちなみにあの料理は一応いろいろ置いてはあるんだけど、基本的に自前のコーヒー作るぐらいで、食べ物はパンっていう簡素な感じ。結構簡単な食事しかしない。でまあ、ここで寝てるわけなんだけど、寝る前に本を読むのが好きだから、ここにどんどん積み上げられていってる。これ仕事用の服ね、仕事着で今座ってるけど、これ実は下に売り物としてもあったんよ。肉じゃないのか、うん、パン。こいつはもう肉食にはしなかった。時々ここでねギターを弾くんだ。そう言いながら奥で本読んでるの面白い。ちょっと今ここで本読むの好きって話したんだから、ちょっと考えてほしかったね、できればシベリアには。でまあ本を読んでてくれてよかった。なんかオレンジジュースとか飲んでたらちょっとイメージと違うかな。でウォーターサーバーで、これは椅子をちょっとデザインするための設計とか多分考えたんだろうけど、当時なんか今はちょっと違うんだよな。なんか椅子を世界中から買い付けて売ってるっていう印象がシベリアにはあるから、自分で作ってる感じはあんましないな。修理はするだろうけど。こんな部屋に住んでる人はワインで煮込んだステーキ食べそうなイメージがある。あ、確かに。でも実際のシベリアは掃除機に電源入れて喜んでるだけだよ。ちょっとうるさいかもしんないね。かわいい。騒音で対抗してきたよね、完全に。さすがに切らせてもらった。じゃあまあ椅子屋さんはちょっとこんな感じで。
オーダーメイドの椅子みたいなのあるかも。あるかもしんないね。簡単なのだったら、一人用の腰掛けだったら、あ、接客せずにスマホ見てた。その程度なら作れるかもしんない。ちょっとソファーとかってどうやって作るんだろうってわかんないけど。じゃあ次。クララの色に染めて。という、まさかの何屋さんでもなく、木でもなく、クララの色に染めてっていうお願いをクララ様からもらった。ピンク、まあそういうことでね、ピンクに染めればよかったんだと思うから、作物も桃にしてみたよ。この桃だよこれ。ほら完成時以外は真っ黒で訪問します。あ、そっか、今なんか写真、自分もちゃんとピンク着たんかな。写真ファンシーだね。ちょっとクララ様のとこやっぱ行けないから、桃を割った状態で中に入っていこう。ちゃんとピンクにしたよ多分ね。ごっつりピンクです。友達も来てます。作業台もアイロン台ももうピンクに変えられるものは全部ピンクに変えた。仲間の剥製が、この友達は剥製ですか？いや、本物本物本物、生きてる生きてる。今ちょっと緊張して固まってるだけで。ノリノリや。これは本当に生き物だからね。自我を失ったと思う。なんかノリノリになってるけど、何に向かってノリノリになってる？ BGM なのか、この演奏なのか。あ、でもずっと変わんないや。これはなんだ？ランプだ！あ、BGM 同じ動きしてんの。月光引いて。音がコントロールできません。シャワールームも、何かオンオフできてる？違うよね。シャワールームも内側ちゃんとピンクになってるし、なんならゼリーと、この、何これ？スムージー？スムージーも完成品ピンクになってる。ちょっと炊飯器とかこの辺どうしようもなかったんだよな。困ったことに。染める前に洗う。この辺もピンクだね。まあ、ちょっと個人的にはあんまり、ちょっと住むとひょっとしたら頭が痛くなるかもしれない。けど、まあ、まとまりは、なんかこのさ、茶色のさ、ものを置いた割に結構まとまったなーっていう印象はあるね。ほら、友達と3人で話してる、これが定談というやつか。うん、ほら、うなずいてる。ボケっとしてる。机に椅子はないのはフラミンゴだから。上にあるんじゃない？床にウクレレあるのか。床にウクレレある？あ、ある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 、あるわ。あ、そこにいたのか。ここにいたんだ。資格だね。敵は取ってやるからなって考えてる。怖い怖い。2階行こう。恐ろしいね。ほら、ピンク。
ここは寝室というか、まあ自分の部屋みたいな感じだね。座ってる。別に椅子に座れるみたいだね。ここにもそうだけど、多分こっち向くんだよ。そっち向くんだよ、フララさん。雑誌を読むような素振りをしてほしいな。すんごいクマ。これさ、ジャイアントパンダかなんかかな、ひょっとしたら。多分、ぬいぐるみでピンク要素がないかなっていろいろ探して、あ、ピンクっぽいのってどんどん置いてった結果、これをポンって置いたらくっそでかくって、驚いたまま置いたね。パンダがベッド守ってる、守ってるね。ちょっとそこには近づけない。近づけないな。隅々に置かれてるクマとウサギ。あ、そう、あの、その奥、棚の奥にある、じゃあ棚の奥っていうか、棚の中にあるやつと、パンダの後ろだね、の棚の上にあるやつ。これは、あの、セット用品で、中のものを自分で決めたりできないんだけど、外側の多分枠の色忘れたけど、中のね、ぬいぐるみの色変わるんだよ。リメイクで。棚もそう。だから、あの、敷き詰めは、あの、恣意的じゃない。仮に、あの、こいつが、こいつがもし熊だったとしても、ああなるし、必死に弁明をしておこう。あ、なんか、モデルのポーズをとってる。ここはオルゴールか。あなたの卵ですか？あなたの卵ですか、これ産んだかもしれない、ひょっとしたら。あ、読み物してるわ。ちょっと、あの、この、ここさえ通れたらね、テレビもつけに行けるんだけど、まあちょっと、こいつが守ってるから、どうしようもないかな。卵見てるんじゃなかった。いや、でもこれもう、ちょっと卵でも、あの、もし自分の卵だとしたら置く場所危険だね。襲われそうな動物ばかりで危険感じて子孫残そうとしてるか。あらゆる動物が、まあ下には友達いるからそんな不安にはならないと思う。こうやってね、なかなかないんだよ、こうやって友達を置ける動物って。あんまりいない。だって、クマとかだと箱詰めになっちゃうし。こうやってポンって置けるのは本当に珍しいと思う。友達？友達だよ。うん。あ、そこに、あの、スポーンしてしまうと、やっぱり話しかけることはできないんだよね。まあ、仕方ない。ちょっと桃だけ閉じていこう。じゃあ、本日のラストいきます。よく見ると、友達の浮き輪あるんだね。あ、友達の浮き輪もあるよ。あれは友達の浮き輪だね。自分と向き合える小宇宙いきます。もう意味わからん、これ。あの、テーマの意味がわからんかった。浮き輪にされたと思うよ。ケイン様の別荘に到着したよ。自分と向き合える小宇宙とのことです。あの、小ってよくわかんないから、もうちゃんと宇宙にした。これでどうよ。ほら、何も起きんか。ちゃんと宇宙かどうかも知らんけど。あ、これ、あの、ロケット、うわ、うわ、おろろ。小宇宙と書いてコスモと読む。で、コスモ行こっか。コスモ行きます。そして、なんと2階建てなんよ。アムロみたいに言わないで。これ宇宙船ね、中が。ちょっと小宇宙っていうか、まあ宇宙なんだけど、これ宇宙船になってます。これが、
まだ実験中なんだけど、あのタイムカプセル、コンペイトの音機、これがタイムカプセルで、でここに、あ、ここに座ると危険だね多分。一回ね、このケインさんだけに座ってみてもらったんだけど、大変なことになってたね。依頼者を人間に戻す研究してそう。囚われた鳥のようだ。で、ここでは、人工生命体を作る研究をしてて、この二人はそれを、見てる。で、これが新しく取れた隕石。星。で、この人は行き先をちゃんと確認する人で、ちっちゃい C3PO は、あ、これ?あ、これ背が低いだけでね、乗組員なんだけど、より遠くを見てるね。この人が操作する責任者で、で、こっちの見てる人っていうのは、どうだろう。見張り番で逐一報告する役になってるかな。あ、これ背が低いだけ。これも乗組員です。で、目視で見てる人とこの望遠鏡で見てる人といると。で、ここがコックピットというか、まあ座るというか。で、なんかちょっと何をつけようって悩んだ結果、ちょっとモニターに時刻表のようなものがあるんだけど、これは気にしないでください。雰囲気作りのためにつけただけで、別に各国にこのまま飛んで参ろうという気は毛頭ありません。うん。まあ、ここが主なエリアだね。あ、てか、デンジャーって書いてあるわ。で、この上の階。何作ったっけ?なんでさ、こんな場所に2階があんの?あ!到着した!宇宙に。そういうことか、ここ出入り口だ。何度もごめんね、往復させちゃうんだけど、大気のモニタリングに見えなくもない。ここが出口。宇宙船からの出口で、宇宙へ出るとそこには、これ出た人ね。これ出た人。小宇宙です。外に出なさい。小宇宙です。ちょっと今、ちらっとエグジットって見えたけど、誰が何と言おうと、ここが小宇宙空間です。ほら、星もいっぱい。これ月ね。いて座、いて座かっこ物理分かった。伝わって嬉しい、すごく。これ星座ね。ちゃんといいものあったから。向き合う要素どこへ。ここに一人で滞在すればいいんだよ。宇宙騎士。これ、これなんで置いてあんの?わかんない。思い出せない。ひょっとしたら、ここに入ることで、静かだから一番、自分と向き合うって思ったのかな?それとも、この矢の攻撃を防ごうとしているのか、宇宙人?あ、宇宙人かもしれない。いや、待てよ、でも宇宙人浮いてることになっちゃうわ。このまま行くと。なんやろ。いやー、こんなに間が空くとちょっと忘れちゃうね。宇宙戦争起こってるってこと?そうかもしれない。ひょっとしたら、これ味方ね。これ味方なんだけど、これは明らかにタイプが違うもんね。射手座で攻撃するファンタジー。そう。射手座物理は、個人的にはおすすめポイントで、触れてほしかったところだからすごい喜んでる。他どうしようもなかったからね。あんまなかったよ、いいのが。コンペイトを落とすぐらいしかね。隕石見てる。まあ、ここが、多分メイン、実際の宇宙船のメインルームは下なんだけど、コンセプト。自分と向き合う小宇宙、まあ、コスモね。コスモ。っていう点ではこっちかな。こっちをメインにしたかった。静かだしね。
ただ個人的なお気に入りはやっぱりここだし、この、あの人工生命体制作現場を見てる2人が、あの熱いと思ってる。かなりね。もう人々がほら、もうなんかさ、めっちゃさ、迎え撃つやん。絶対敵の戦艦いるから近くに、これ。人工生命体もしかして何もそんなの闇はないよ、今回は。大丈夫だよ。あ、見てる。出ていこう。うん。まあ、そんな感じでね。これは、本当にあの、あくまで序の口で、ここが宇宙船の中で、その奥に、奥から出ると、実はあの自分と向き合える空間がありましたよと。なんでこの人もバインダー見てるんだろう。人工生命体のまさか、あれですか？何かしらですか？怖いね。うん。向き合うリストを見てるまあそんな感じであの無事帰ってまいりました。無事2時にもなりました。まあ目安かなと思ってた時間になったな。ちょっとまあ鹿とかそういう系にはびっくりしちゃったけど、牛革とかここまでだね。うん、ここまでが終わりました。